星川選手どういうイメージを持ってますか。そうですね、なんかこうバシバシ蹴ってもね、こう前に出るタイプっていう、そういう印象がありますね。はい。じゃあ、あの今日の戦いっていうと、やっぱり前回長瀬選手と戦ったような戦いにはならないんですか。はならないんじゃないですかね。はい。うん、まあ、柿原選手は柿原選手で、そうですね、僕は僕のスタイルでやるし、で、まあ、越中選手もおそらく自分の、ね、スタイルでやってくると思うんで、まあ、そういう感じでぶつかり合って、まあ、どういう試合になるかね、ちょっと分かんないですけど、まあ、お互い持ってるものをぶつかり合って試合すればいいんじゃないかなと思ってます。